東松島市では鯉のぼりを掲げる催しが開かれ、全国から寄せられたおよそ550匹の青い鯉のぼりが青空を泳ぎました。この催しは震災で母親と祖父母、それに当時5歳だった弟を亡くした伊藤健人さんらが追悼と復興の願いを込めて毎年行っています。風が今日吹いててちゃんと泳いでるみたいな、まあ、全国からいただいたあの時の、まあ、支援もあるんですけど、それに対する恩返しという思いは当然あります。会場では地元の和太鼓グループによる演奏も披露されました。仙台市太白区の八木山ベニーランドにも多くの家族連れが訪れ、メリーゴーランドやコーヒーカップなどのアトラクションを楽しんでいました。面白かった。ぐるぐる回ってたから。今日だけちょっと休み取れたので家族で、はい、東電ができまして、はい、よかったです。八木山ベニーランドではゴールデンウィーク期間中、1日およそ5000人が訪れているということです。一方、栗原市花山では江戸時代から300年以上続く花山鉄砲祭りが行われ、陣羽織に身を包んだ鉄砲組が通りを練り歩きました。また12人の鉄砲組が子どもの健やかな成長や五穀豊穣などを願い、古式技法にのっとった火縄銃の演舞を披露しました。音もあったし迫力もあってすごかったです。山々に響き渡る銃声に観客は驚いたり拍手を送ったりしていました。